本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて今回の企画はこちらでございます。あなたの暮らしと仕事の生産性と効率が上がる iPhone に入れておくべきアプリケーション。今回は私が普段 iPhone で使っているアプリケーションについて紹介していきたいと思います。スマートフォンというのは私たちの日々の暮らしや仕事においてもう必要不可欠なアイテムとなりました。本当に時代とともにどんどん進化していって、私がまだね、中学1年生ぐらいの頃は、もちろんガラケーで i モードがなかったんですよ。私が中学校から高校ですかね、この6年間ぐらいで、いわゆる MD とか MP3 プレイヤーとか、どんどんこう技術が進歩していって、私は iPhone の初代から現在 iPhone これ12の、ミニを使っているんですけれども、基本的にはもう iPhone しか使ってきていません。 iPhone には本当に数多くのアプリケーションが存在します。無名なものから有名なものまで数えると一体いくつあるんだろうと毎回思うんですけれども、その中には本当に無料なのと思うぐらいの高スペックなアプリケーションも数多くあります。ガジェット系の YouTuber さんがですね、それぞれのチャンネルで効率を上げるタスクを管理するための iPhone のアプリケーション紹介されているかと思います。今回私のチャンネルではよりビジネスの現場にフォーカスした、これ使ってたらいいですよ、これ持っていると本当にクオリティ上がりますよというようなアプリを紹介していきます。では実際に中身紹介していきたいと思います。ロック画面をですね解除しますと、こちらが私のホーム画面になっています。上段からアプリがずらずらっと並んでおります。これが1ページ目ですね。もちろん2ページ目にも存在してはいるんですけれども、そこまで紹介すると非常に今回は内容が濃くなるというか、時間が足りなくなるので、1ページ目に私が普段使用しているメインアプリを集結させていきます。ではですね、実際に上から順番に見ていきたいと思います。FaceTime です。FaceTime はもう知らない方、iPhone ユーザーとか Mac ユーザーであれば知らない方っていないんじゃないかなと思います。いわゆるこちらはテレビ電話が簡単にできるアプリケーションで、このアプリの登場で非常にこう遠方に住んでいる、例えば家族とかおじいちゃんおばあちゃんとか、あとは恋人とかともですね、ストレスなく連絡が取れるようになったアプリの一つです。私も頻繁に家族の通話は FaceTime で行っていることが多いですね。FaceTime に関してはそこまで詳しく説明することもないかなと思いますので、さらっといきましょう。二つ目は写真です。スマホで写真を撮った後ですね、保存されるのがこちらのアプリケーションになってきます。ただ、これね、この後お話をするんですけれども、私自身はこの写真の管理を全部 Google フォトでやっています。はい。三つ目、メモ。メモに関しては少し中をお見せします。タップするとこのようにずらずらずらっと並んでいるんですが、私は一番上にですね、ピンで固定ということで、メモ帳の1ページを固定表示しています。これどういうことかというと、こうすることによって何かとっさにメモらないといけない状況になった場合、ホーム画面からタップすると常に一番上に備忘録をメモれる場所があるんですよね。なので、ここにどん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 言葉を足していくことができます。わざわざ新規ページを使わなくても簡単にアクセスすることができますので、ぜひメモを使われている方は一番上に1ページで構いませんので固定ページを作ってみてください。4つ目、メッセージ。はい、メッセージはいわゆるこのショートメッセージ等で使うアプリになってきます。いろんなメールアプリとか LINE が出た今もなかなかまだね、 LINE を使われていない方いらっしゃったりしますので、そういった時にはやはりメッセージ未だに愛用しています。 Apple Store もう説明不要ですね。これがなければアプリは取れません。カメラいきます。カメラに関しては私は純正のカメラを入れてます。Apple Store で探すと本当に様々なスペックの高いカメラ出てくるんですが、ぶっちゃけ iPhone のカメラは最新の14はもちろんなんですけれども、12とか10でも十分なスペックがあります。
もうそれこそ20年前に100万画素とかね、そういう言葉が流行った時代があったんですが、そんなレベルではもうないので、一眼レフとか何かこう使わない方は最初から入っているアプリで問題ありません。続きましては時計アプリです。時計アプリももともとあるものですね。私はメインはアラームとして使用しています。アラームは自分が起床する時間とか行動パターンに合わせて複数すでにこのように保存しています。かなり細かい時間で組んでるんですけれども、これは二度寝とか三度寝するためのスヌーズではなくて、本当にこの時間帯に起きなければいけない日があるので、それに合わせてもう事前に保存しています。これどんどん追加することができますので、ぜひですね、皆様の起きられる時間とか何かリマインドしたい時間に合わせて設定してみてください。 Amazon に関しましては、もう私はもうヘビーユーザーですね。当然この YouTube の動画企画をするためのものを探したりする時もありますし、あとは猫ちゃんの餌とかも全部 Amazon で買っています。このあたりまでは皆さんね、大体インストールされている方も多いかと思います。続きましてはフォルダー見てみましょう。このフォルダーには Google 関連のアプリケーションを混ぜています。ただ一部ちょっと違うの入ってるんですが、まず Google フォトは先ほどお話をしたみたいに iPhone で撮った写真とか、あとは一眼で撮っている写真もすべてウェブ上のいわゆるクラウドにすべて保存しています。とんでもない枚数保存しますね。息子が今長男7歳なんですけれども、赤ちゃんの頃からの画像が入れてるので、息子だけでも約7年間の画像を保存しています。はい、機能が非常に素晴らしくて、例えば特定の地域で撮った写真のみを抽出したりとか、 Google フォト側がうちの息子の写真があるのを聞いてきよるんで、もう1万以上ある写真の中から息子だけの写真をピックアップしたりします。とんでもない機能ありますね。Google マップ、普段私後ほど紹介するカーナビは Yahoo のカーナビを使っているんですけれども、カーナビはやっぱり車を運転する人にとっては見やすいんですが、一応案内するとか一般的な使い方になった時はちょっと見づらい。運転する時用とちょっと地図を別途使う時用では分けております。そして Gmail、普段お仕事は独自ドメインを使っているので Gmail は使いませんが、 YouTube 関連のお仕事は全部 Gmail で保管しています。アナリティクスはブログとか、あとはこの YouTube の日々のこのアクセス数の動きとかを判定するものですね。 Google ドライブ、これはめちゃくちゃ便利です。これも Google フォトと似ているんですけれども、ハードディスク、外付けのハードディスクを使わずして、さまざまなイラストレーターのデータとか、フォトショップのデータ、あとは動画の元データ、めちゃくちゃな容量あるので、これをウェブ上にアップします。 Google のドライブの中にこれをアップロードしておく。こうすることによってスマホからのアクセスはもちろん PC、iPad、あとはカフェとか漫画喫茶に行った場合もセキュリティさえ気をつけておけば、そこから簡単にアクセスすることができます。スプレッドシート、 Windows 使われている方であれば Excel って当たり前なんですが、 Mac ユーザーって Excel もちろん使用されている方いると思いますが、オフィスソフトになるので意外と使わないことって多いです。これもインターネット上に1枚の共有できる Excel シートを使って、そこをもちろん個人で追加編集することもできますし、共有さえしておけば遠方のクライアントとか、あとはメンバー、皆さんがどんな場所からもその URL をクリックすると編集可能なページにアクセスすることができます。Excel に比べると機能制限こそあるものの、簡単なデータの共有とか進捗管理であれば十分にスプレッドシートで可能になっていますので、ぜひ使ったことがない方はチェックしてみてください。続きましてカムスキャナーというアプリ、これめっちゃ便利です。このアプリをインストールして使うと、スマートフォン、iPhone のこのカメラをもうスキャナーとして使うことができます。自分が電子化したい書類とか PDF 化したい書類をですね、このカメラ、カムスキャナーで読み込むと、もうワンタッチ自動で電子化、PDF 化することができます。ただ、無料版と有料版がある。有料版は広告が非表示になります。
なので社内のメンバーでとりあえず共有するものとか自分で使用するものであれば十分役に立ちますが、外部の方に何か使わないといけない書類であれば、さすがに広告が入っているのはまずいので有料版をおすすめします。こちらのフォルダーに関しましては特に説明いらんっすよね。 SNS 関係です。 Facebook、Instagram、Twitter、まあ Zoom とちょっとメッセンジャーも私はここに入れていますね。主にここら辺の類はですね、世の中の情報を収集したりとか、あとは会議での使用が多いです。メッセンジャーに関してはもしかすると最近の若い社員の方とかは使わない方多いかもしれません。十数年前に Facebook がめちゃくちゃ流行った時代があったんです。中小企業の社長がこぞって Facebook に登場して親指を立てていいねを求めた時代があったんですけれども、その頃に、ある意味この情報共有の方法として非常に広まったのがメッセンジャーでした。ただ最近は LINEWORKS とか Slack 出てきますので、特にこれはあってもなくても大丈夫ですね。はい、 SNS はさらっといきましょう。ライフ、このあたりからちょっと個人的に大好きなものがいっぱい増えてきますね。主にこのゾーンは仕事というよりかはプライベートに特化しているアプリになっています。お薬手帳、その名の通りお薬手帳。皆さん薬局行ったら絶対聞かれますよね、お薬手帳持ってますかって。これね、子供のやつは持ってるんですけれども、残念ながらね、自分のものってぶっちゃけ毎回持ち歩かない。体調を崩した時にどういったものを普段処方されているのかというもの、簡単にチェックができるのがお薬手帳。ただ何度も言うみたいにどこに置いてるのかがわからない。そんな時にこのお薬手帳アプリというのがあります。これもダウンロードして皆さん薬局で発行される処方箋読み込むだけで、もうこのアプリケーションをお薬手帳として使うことができますので、わざわざ紙の手帳を探す手間も省けます。ぜひこれは使ってみてください。アキッパ、これはタイムズとかいろんなところに駐車場ってありますよね。三井のリパークとかもそうですし、アキッパはそれ以外のいわゆる個人の方が一般の方に貸し出ししている駐車場までも本当に数多くこれ調べることができます。夏休み熊本に帰省したい、2泊3日、3日間駐車場を使いたい、だけど伊丹空港は満席、近場ないかな、そうなった時にアキッパを使えば一発でどの曜日なんぼでどの場所にあるのかを簡単に調べることができます。家族で旅行に行って旅行先で車を借りてちょっと駐車場を探そうかな、もちろんタイムズなどもありますが、アキッパを使うことによってより格安で身近な駐車場を探すことができますのでおすすめです。温泉というアプリです。このアプリめっちゃいいです。これはお風呂で使うアプリなんですが、タップしていただくとですね、医師が監修した入浴レシピが登場します。すっと眠りにつく15分間の、例えば入浴方法とか、自律神経を整えるための12分間の、入浴方法とか、いろいろ出てきます。で、その時の自分の気持ちで、例えば今日は12分間自律神経を整えてストレスから解放されよう、そんな気持ちでこれを押すとですね、勝手にタイマーが作動しまして、ナレーションが流れます。何分間お風呂に入ってください、はい、出る時間ですよ、次はシャワーを浴びてください、みたいに iPhone のこのアプリケーションがお風呂の入り方をこうガイドしてくれるんですね。意識してしっかりお風呂に浸かることによって日々の疲れも取れて、また明日の仕事を頑張れるかと思います。自宅でも出張先でも超使えるアプリ、温泉です。はい、ゴールドポイント、はい、これヨドバシのポイントカードです。割愛します。タイムズのカーシェアリングアプリですね。これは、先ほどのちょっとアキッパとは違うんですけれども、カーシェア使ってます。私自分の車はあるんですが、普段仕事には乗っていきません。ただ仕事先とか出張先でちょっと車があった方がいいなという時にタイムズのカーシェアを使っています。このアプリを立ち上げて近隣の駐車場で空いている車種を探す、使う時間を打ち込んで予約する、カード決済をかける、あとは事前に発行しておくタイムズのカーシェアリングのカードキーを使って指定した車にタッチするだけで車を借りることができます。安いか高いかというのはですね、まあ、乗り方によって変わってくるんですけれども、ただやっぱり使いやすい、
なかなか車は維持費かかるけれども、週末だけ家族でどっかに出かけたいんですよね。そういった方もですね、カーシェアリングぜひチェックしてみてください。次、電源カフェですね。これはね、いいですよ。すべてを網羅しているわけではありませんが、近隣に電源が使えるカフェがどこにあるのかを GPS で探すことができます。めちゃ便利。やっぱりこう外で動画編集をしないといけなくなった時とか、あとは急遽データのやり取りをしないといけない時ってあります。 PC の電源がマックスあれば全然問題ないんですけれども、そうもいかないですよね。気がつけば朝充電し忘れてバッテリーの残量が数パーしかない、そんなことってパソコンでもタブレットでもスマホでもあるあるです。そういった時に電源カフェというアプリを使っていただくと、近隣に電源が使えるカフェ簡単に探すことができるので、こちらも合わせてチェックしてみてください。インスタベース。このインスタベースはコアワーキングスペースとか貸し会議室を探して借りれるアプリです。これね、どういう時に使っているのかというと、1時間だけでも集中したい、周りから情報をシャットダウンして集中したいなと思う時とか、あとは外回りとか出張先で急遽緊急で会議に入ってくれと、そうなった時になかなかカフェではできないことってあるんですよね。周りにいろんな方がいるので、そんな時にインスタベースを使うと1時間ぐらいから本当に個室を抑えて仕事ができる場所出てきます。何か一瞬だけでも仕事を集中されたい方とか、緊急で何か仕事をしなければいけなくなった時とかに手助けしてくれるアプリケーションなので、ぜひダウンロードして近隣にどんな場所があるのかチェックしてみても面白いかもしれません。計算機割愛します。めっちゃ使うけども、もう電卓ですね。乗り換え案内割愛します。これも皆さん使われているかと思います。いろんなアプリケーションがありますが、乗り換え案内が一番使いやすいですね。スライド、この3つぜひおすすめ。コークオン、これは街の中で対応しているコカ・コーラの自動販売機で使えます。これね、事前に電子マネーかな、確かこう登録しておくと、要はお金を使わずしてタッチで買うことができます。で、それ以外にいいのが、これね、1本買うとスタンプが貯まります。で、スタンプがある一定数貯まると1本無料になるんですね。しかもこれ歩いているとスマートフォン、 iPhone の中の歩数計が全部何歩歩いたかカウントします。それがアプリケーションに反映されるので、コークオンの中で1週間何歩歩けというミッションがあるんですよ。それをクリアするとまたスタンプがもらえるので、極端なことを言うと日々毎日歩いて仕事をして、これでジュースとかコーヒーを買っておくだけで、年間で見た時に無料でもらえる本数がやばいです。本来はお茶を持参するとかの方が安上がりなんですけれども、自販機で飲み物を買う方はですね、ぜひコークオンを使うのがおすすめ。マクドナルドアプリとくら寿司アプリ絶対必須。マクドモバイルオーダーができます。はい、皆さんやたらと並ぶ方いますよね。マクド昼ずっと、もうもはや休憩時間並んで終わりかっていう時があるんですが、モバイルオーダー、事前にクレジットカードを登録しておけばスマートフォンで自分の欲しい情報打てます。月見バーガーセット、コーラ M サイズ、ポテトは L、 ピ、登録、決済、出会った瞬間に並んでいる方よりも最優先でこの欲しい注文した内容が指定した店舗に届くようになっています。なので先入りという言い方はちょっと語弊があるんですけれども、決済が先に確定しているので先に注文することができます。マクドナルドに行って、うわ20人ぐらい並んでる、時間かかりそうと思ってもモバイルオーダーさえ使えば先手取ることができるので、すごく時短で注文することができます。くら寿司も同じですね。これも土日になると非常に人気があるので混み合います。6時7時に行ってお案内できるのが8時半、もはやそれって夜食やんっていうね、子供にとっては。そんなこともあると思うので、事前にこのアプリで自分が行く店舗、行きたい時間を予約しておけば、本当もう待つことなくストレスフリーで入っていくことができます。こちらのアプリは Amazon 関係のアプリをまとめています。もう詳しい紹介不要ですね、サブスクです。こういったものがあるおかげで日々のアイデアを生み出すことができたりとか、あとは好きな音楽、好きな映画を
好きな音楽、好きな映画を見て、日々の仕事のストレスをね、ちょっと解放したりしますので、こういったね、ぜひサブスクは利用してください。確かに高いかもしれませんが、使いこなすだけで本当に余裕で元は取れますね。下の段行きましょうか。この YouTube 系ですね。YouTube これ見るアプリ、スタジオって書いているのは、私自分のチャンネルの状況を確認するアプリになりますので、YouTube されていない方であれば不要なアプリですね。YouTube アプリがあって、これ LINE のアカウントが2種あります。オフィシャルアカウントというのが、私の仕事で使っている管理のやつですね。要はよくご飯屋さんに行くと、例えばまあどっかのお店屋さんに行くとね、卓上にお友達登録してください、その画面を見せるとクーポンが発行しますよみたいなのがあると思いますが、顧客とのやり取りをしているのがオフィシャルのこれ LINE アカウントです。右側 LINE ワークス、これは Slack とかと同様に社内の情報共有はうちは LINE ワークスでやっています。通常の LINE はね、プライベート用に切り離していますので、仕事のやり取りはすべてここに来ますし、それぞれ個々がどういった予定で今日動くのか、カレンダー機能も搭載されているので、全員の動きを簡単にチェックすることもできる。あとは PDF とか書類のやり取り、共有も本当にやりやすくなっていますので、社内で何か情報共有を考えられている方は、まあ LINE ワークスとか Slack おすすめしております。そして下から2段目、Canva、iPad のアプリケーション動画でも紹介しましたが、主にサムネイルとかプレゼンテーション資料などなど、私のデザイン系は最近ほぼイラストレーターから Canva に移行しました。iPad とか PC じゃないと大画面で編集ってできないんですけれども、簡単な手直しとかは Canva ですることができます。YouTube のサムネイルは最終的には iPad で仕上げるんですけれども、電車の中とかで Canva を使いながら調整することが多いです。カーナビ、いろんなカーナビ使ってきましたが、無料で最強なんが Yahoo のカーナビです。見やすい、操作性もしやすいので、ぜひカーナビ探されている方はチェックしてみてください。天気不要ですね、割愛します。 Lightroom、 写真編集アプリです。別に写真を詳しくない方も、このアプリをダウンロードしていただいて、ご自身が編集したい写真を自動というボタンをワンクリックするだけで綺麗に補正してくれます。それだけでも会社の宣材写真とか商品のポップ作りにも活用できますので、難しそうに思うかもしれませんが、まずはインストールして試してみるというところから始めてみてください。ティックティック。もうこれもたくさんの YouTuber さんが紹介されているタスク管理の紙アプリと言われているものですね。Notion と使い勝手こそ異なりますが、非常にシンプルで見やすいアプリです。25分間のタイマーはもちろんですが、チェックボックスの To Do、 タスク管理、カレンダー管理まで、手帳ユーザーでないのであれば、基本的に日々のタスク管理はすべてティックティックでできると言っても過言ではありません。先ほどもお話ししましたが、本当に幅広いアプリなので、またこれはこの使い方の動画をですね、近いうちに投稿したいと思います。スマートニュース、まあニュースアプリですよね。いろんなニュースアプリがありますが、これを愛用しています。特に理由はないかな。まあ使い勝手がいい、見やすいという理由です。ただニュースというのは捉え方とか書き手によって表現方法って変わっていきますので、新聞もそうですけれども、特定の例えば媒体だけを読むというのはあんまりお勧めはしていません。例えばスマートニュースを読みながら新聞とかテレビニュースを見るというように情報を集めてみてください。ウォレット、電子マネーです。私は ID エリーを入れております。あとは交通系かな。そして最終の下の下段ですね。電話、割愛。LINE、割愛。Notion、最近私、ご紹介しておりますね。私にとって Notion の使い方というのは、To Do とかタスク管理ではなくて、アイディアの抽出とか、あとは WBS、予定の管理などに愛用しています。Notion の使い方は私の過去の動画でもいくつか出ておりますので、ぜひそちらをチェックして活用してみてください。というわけで、いくつか走りながらになりましたが、私が愛用しているアプリケーションをざっと紹介させていただきました。もう皆さんね、事前に知っている方もいるようなものがあるので、そこは割愛しましたが、いかがでしたでしょうか？きっと多分知らないようなアプリも出てきたかと思います。
ぜひですね、一個一個を詳しくするほど時間は取れなかったんですけれども、今日紹介した中でこれ自分の仕事とかライフワークに合いそうだなというものがあればぜひチェックしてみてください。無料版のものとか有料版のものもありますが、どちらにしてもコストパフォーマンスめちゃくちゃ高いようなアプリケーションでした。またディックディックとかノーションしかり、それぞれで深く紹介したいようなものはですね、近いうちにまた動画撮っていければなと思っております。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。